ールドミッションにバージョンアップし、これまで様々なミッションに挑戦してきた東方神起。今回から3回にわたり、そのミッションの中で泣く泣くカットした未公開シーンをお見せします。まずは豆腐作りでの未公開シーン。酔っ払った3人が非常にプライベートな話をしてたんです。それでは未公開シーンをどうぞ。ユンホとか家とか帰ってんの？チャンミンは家は、うん、僕はあの実家は今ソウルに住んでるんですけど、うん、もう家族もソウルに住んでて、うん、かなり近い距離でなんか住んでて家族が、うん、それでたまにたまに、はい、仕事でじゃあ帰ったついでに家族だってっていうこと。はいはい、はい、ユンホ僕もほとんど一緒だと思うんですけど、うん、家族は全部今も地元に住んでるから、うんうん、それたまに自分が行ったりするんですよ。あ、そうなんだ、うん、やっぱり長男だし。あ、長男なの？はい、本見えてるんだけど長男です。あ、そうなの。兄弟は？兄弟は妹一人いるんですよ。あ、そう。チャーミン会ったことあるの？妹と。あ、会ったことありますね。あ、ほんと？はいはい、モテるさんみたいに。結構イケてる。あ、そう。チャーミンは？は？聞いてたやろ、前。あ、ごめんなさい、ちょっと飲むのにちょっと夢中になってて。チャーミン兄弟は？もう全部飲んだじゃん。もう何なの？みんながあまり飲まなくて、もう僕一人で。本当やん。何なの？いや僕は妹が2人います。あ、2人おんの、はい、男1人僕、うん、1人。すごいね。うんうんうん。何の笑いかよく分からんけど酒のちょっと入ってきて楽しくなってきた。はい、もう何だろう、全部飲んでますよ。もう1本買った僕。あ、もう1本いるってちゃんみに。いや、もう飲めるんですけど。あ、すいません。そんな飲んでないやろ、言うの。なんでなんや、かもしれない。続いてはバリスタでの未公開シーン。包みの NG に対するチャンミンのリアクションは必見です。オープニングの進行をする MC 包み、ここまでは良かったのだが、ではもう早速ですけれども、はい、今回の先生をお呼びしたいと思います。バリスタの串原健二さんです、どうぞ。よろしくお願いします。串原さんでございます。お願いします。串浜串浜さん、はい、これ編集しないでくださいね。これ名前間違ってないですよ。いや、じゃあこれ名前間違ってないですよ。串浜さんはもう串浜串原さんっていうの全然違うから、ね、串浜さんも串原にも変更するから、もう串原に本当に。もう行くよ、もう。うまいな。罪の NG にご満悦のチャンミンでした。ここからは弓道での未公開シーン。弓道の難しさを改めて実感する一コマです。さあ、それでは池田先生がですね、今からお手本を見せていただけるということなので、はい、はい、お二人ともよく見てください。はい、風に煽られて惜しくも失敗。それを見たチャンミンは、いや、今日無理じゃない。いや、やめましょう。当たりました。ど真ん中をね、先生打ち抜いていただきましたけれども、ど真ん中、ど真ん中をチャンミン打ち抜きましたよ。いや、俺の目だけおかしいんですか。さすがですね。フルアナ入ったんじゃないですか。先生。先生。弓道にハマった2人、実は本番終了後も挑戦。その未公開がこちら。あの、今もう終わったんですけれども、次のミッションに移動しようと言ったら、もう一回だけやらせてくれと。もしかしたら変わるかも分かりませんけど。大きく大きく大きく。ユンホの矢は的まであと少しのところに。惜しいね。当たってない。驚異的な上達を見せるユンホ。続くチャンミンも、うわ、惜しいね。
これも惜しい結果に。作品欲しいよ。難しいよ、だって池田先生のままのこれがやっぱりねえ池田先生。あ、惜しいね。ダメダメ。ありがとうございます先生。さあというわけでございまして、もう次のミッション行きますよ。そうですね。ね、次のミッションは何ですか。次のミッションはもう移動するから。あ、そうですか。もう今日はスケジュール詰め込んでるから、はい、行くよ。行きましょう。行こう行こう。はい、なんか写真撮るの。写真撮るから、もうそんなもん。最後に秩父編からお届け。堤が大変な目に遭ってました。それでは未公開シーンをどうぞ。行きましょうか。さあ、さあ見てください。あの、ま、これ乗るのはいいけど、ちゃんと使ってよ。はい、わかりましたよ。使うやろ。あ、わ、わかります。ビギストのみんな、ちょっと。あ、もちろん、もちろんです。え、舞台行きます。ラーメン。あ、一周な。三周でいいです。先生、わかりました。はい。行きましょう。はい、スタート。さあ、どうなるかな。あー、多分杉さん、あのカーブのところから、ね、嘘でしょっていう、もう頭がピョーンってなってるんだけど、今聞こえてますか、叫び声。もっと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 。見てください。はい、さあ。今の感想、今の感想。誰も笑ってないやん今。ということで、堤の罰ゲーム。残念ながら笑いもならずかと。なんなんもうめちゃくちゃ楽しかったでしょ。チャーミン、チャーミンが早く振らんからよ。あ、早く振らないと。あ、ユモが振っちゃダメだって。うん、振っちゃダメだって。実はもっと後悔。ちょっと、マウル、うちにもっと帰ろうって思ったんで、早く止まったって。自分は。うわー、もうちょっとそれはそれで帰っといてよ。帰っといてよかったよ。そうですね。帰っててよかった、誰もいなくて、ちょっと誰もいないじゃんで、よかったよ、全然。じゃあ次行きましょう。次行こう。はい、次行こう。次回未公開シーン第2弾、お楽しみに。